皆さんこんにちは、アソブームです。今日はプッチ組8月号の付録、秘密ノート&ロックチャームで遊んでみたいと思います。秘密のお願いを書き込めるとってもラブリーな付録です。こちらが付録です。開けてみたいと思います。可愛らしいノートとピンクの鍵が入ってました。ノートはバッグの形になってますね。ピンクの鍵はこのようにして開いたり閉めたりすることができます。ハートやお花の絵が描いてあるとっても可愛らしいノートです。この夏のお願いをピンクのページに書いて、そのお願いが叶ったかどうかを紫のページに書いてみてね。お願い事を書いたらしっかり鍵をしておきましょう。まずこの輪っかをこのように刺してから、ピンクのロックをきちんと締めます。お願い事をまた書き込みたいときはこちらのピンクの鍵で開けます。秘密のお願い事をたくさん書いて素敵な夏休みを過ごしてね。それでは今日はこの辺で、さようなら。アソブーム。アソブームでは毎日楽しいおもちゃを紹介しているよ。チャンネル登録はこちら。スマホからは説明欄を見てみてね。